おめでとう。ネパ。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。今のお気持ちいかがでしょうか？めちゃくちゃ嬉しいです。レースを振り返ってみて、ハイバット 2番手になりましたけども、演技的にはいかがでしたか？今節の中で、一番良くて、自分でもちょっと予選道中を考えると想像できないぐらい感じは良かったと思います。昨日はちょっと厳しいとおっしゃってましたけども、その辺は修正はできましたか？そうですね、昨日レース終わってから整備して、で練習に出ていったら感じよく乗れたような気がしたんで、その感覚を信じてレースに行って、走ってみたら、まあ、良かったと思います、はい、これで3年連続賞金王、それからスーパースターも3連覇、そのあたりはいかがでしょうか？自分にはもったいないぐらいの、功績だと思うんで、まあ、なんか他人事のような感じです。改めてファンの方に向けてメッセージお願いします。はい、2021年も、最高の年になりました。ありがとうございました。まさか3連覇できると思ってなかったんで、なんてコメントしていいかわかんないですけど、まあ、とにかく、また次が来るので一生懸命、2022年も頑張っていきたいと思いますので、今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。